煙出てきたら肉を置きます。もう一回で、2回目の表です。周りを縮めてあげる。以上、終わり。タリアタっぽく立てる。そうすると中レア、外はガリガリ。おいしい。イタリア料理は村の美学、三宮橋イタリアレストラン、レガールのオーナーシェフ小倉智美です。よろしくお願いします。肉の焼き方の、今日はフライパンで焼く焼き方でも結構スピード勝負、一気に焼き上げる。で、まあ、足りあえたりしてもいいんですけど、フライパンにしっかり油を入れて揚げるようにしたいっていう、まあ、フライパンで焼くんだったらこっちの焼き方がありだよなっていう自分なりの焼き方になります。肉塩打ち、僕は塩を素手で持つの好きじゃないので、缶に入ってる塩で、で、あ、そうだ、なんかコメントありました。何の塩使ってるんですか？うちは博多の塩です、まあ、ちょうどいいなって思っているので、まあ、博多の焼き塩ってやつです。塩打つんですけど、フライパンで焼く場合寝かしたり全然しません。なんでかっていうと、もう成分出てくると、出てくる前に焼いちゃいたいなっていうのと、まあ、最後に塩かけるんで、こんなこう神経質にならなくても。で、フライパン、テフロンパン、鉄板、何でもいいですよ。ちょっと揚げるんじゃないかっていうぐらい、30秒ぐらい強火を何回か繰り返して、周りが揚がったらおしまい。焼いてるけど揚げてるみたいな感じ。でも結構この焼き方、もう20年以上前からこういう焼き方してるフレンチの人、もう何もしてるんですよ。僕もその方いいなーって思っているんですけど、でもそれは多分フライパンで焼いてるんじゃなくて、油の熱を媒介にして焼くっていう焼き方ですごくいいなと思うんです。で、僕はそこに油をいっぱい使うことによって、肉の水分が油を回し、なんかこうコーティングされてるんじゃないかなっていうふうに思っているので、イタリアンにもこれは応用できると思います。うん、190ぐらいですね。はい。で、煙出てきたら肉を置きます。まあ、中火の強火ずっと、で、ひっくり返します。はい、こういう上がったような画面です。ちょっと浴びてますよ。で、もう一回で、2回目の表です。もう一回上げるように動かさない、30秒で、多分これで上と下はしっかり火が入って、タンパク質と肉の繊維が吸収した状態。結構ラスト。わかりました。で、重要なのは、周りがまだ、あ、これ縮んでなくねみたいな、思いますよね。そう。なので、最後、一番最後、ヘリを使って、周りを縮めてあげる。以上、終わり。で、おしまいです。これをこういう風に切っちゃうと、レア面が出て少しレアきつくねみたいな感じになっちゃうんで、今日はタリアタっぽく立てる。そうすると中レア、外はガリガリ。中レア、外はガリガリ。塩と胡椒とオリーブオイル。これ出来上がったんですけど、ランプだからいいんですよ。ランプとかヒレとか、あと柔らかい新玉とかだからいいんですよ。でもこれがサーロインになるとまた違ってくるし、赤身で中の水分を保持したい時に限って、こういう揚げ焼きをほんの 2,3 分くらいで一気に焼き上げる。もちろん
肉はしっかり常温に戻して焼く。いただきます。ジューシー。ただフライパンのついでの場合かなり部位が限定されてしまうので、パリアッタっぽく食べるんだったら絶対に赤身っぽい胡椒だけを狙い撃ちにして使ってみてください。今日はこういうややこう塊食の時にやつ選んだんですけど、これスーパーで買う時はほんのちょっとだけやってるやつのステーキ用の肉みたいなもも肉を使うとより中の温度が安定すると思います。美味しい、カリッとして美味しい。油少し跳ねちゃうかもしれないんですけど、ちゃんと工事を考えてます。しっかり強火で4回、表、裏、表、裏で周りを一気に焼き上げて切る。ぜひ家庭で真似してみてください。あんまりしんどいと思ったことないですね。結構ほぼほぼないですね。あ、めんどくせえなーみたいなのありますよ、なんか。あー、なんかすげえめんどくさい怒られ方しちゃったとか。休みが少ないから料理嫌だと思ったこともないですし、特にないです。給料低すぎるなって思ったことも特にないですし、まあ今でも思ってますけど、料理業界だけなんか朝9時に来て1の11位だか12位だかみたいな人がまかり通ってるんで、基本僕なるべく来て仕事始まったら全力で早く帰りたいんで、そういう風に思うシェフがどんどん増えてきて、なるべく少ない時間で店を経営して店だけじゃない楽しみみたいなものがちゃんとみんなが享受できるといいなと思いながら働いてますかね。でもそのことに関しては僕若い頃は全然辛いとは全然思ってなかったんで、毎日楽しかったですけどね。